ゆっくり今から夜行バスでアムステルダムへ、はい、行ってきます。起きたらオランダですね。はい、ドイツが楽しかった。とりあえず夜行バスにはですね10時間、はい、10時間はい10時間10時間でございます。わかりました。とりあえずオランダまで、はい、行ってきます。1回目の休憩です。はい。お腹痛いですか？いや、狭かったです。狭かったですか？狭いよね。思ったほど狭くなかった。嘘。うん。アムステルダムに来ました。今日はチョコクロワッサンと、イングリッシュティーのミルクティーをいただきました。昨日は眠れませんでしたか？眠れませんでした。もちろんのことです。一応説明すると、はい、ベルリンからアムスまで夜行バスでしたね。はい、8時間。8時間ぐらい。朝5時半着ぐらいですかね。そうですね。どうして眠れなかったんですか？まず第一に、はい、これ自分の問題なんですけど、はい、首の位置が定まらない。僕もちょいちょい気になってました。はい。はい、第二に、はい、隣に座ってた、はい、まあ、ちょっと体型のふくよかな方が、はい、寝返りを打つたびにここまで来る、これここまで来るんです。僕の椅子はここまであるんです、うん、で腕はここまで来るんです。なのでこうなる、はいはい、っていうので、8時間戦いました。なんとオランダはですね、はい、中国を抑えて世界1位の自転車のなんか普及国らしいんで、ちょっと気をつけながら行きたいと思います。ガソリンが高いらしいです、こっちでは。なのでみんな自転車を乗るという文化があるらしいですね。ですね、リューターが衣装で街を歩いてるんですけども、これはですね、撮影のためではなくて寒いからですね。寒いです、はい、10度ぐらいですよね。10度、15度ぐらいかな、この感じだと。やっと着きました。オランダはですね、ガソリンの値段が、めちゃくちゃ高いので、ご覧いただいているようにですね、自転車のユーザーが非常に多いです。スーツを着たサラリーマンの方もですね、ガンガン自転車に乗ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。国立美術館の前ですね。世界史25日目ですか、今、はい、ですね。今、アイアムステルダムっていうモニュメントですかね。まあ、一撮影を終えて、はい、今から運河の方へ行ってみたいと思います。はい、寒いですね、とりあえず。観光客がすごく多い。多いですね。お疲れ様です。お疲れ様です。本日一食目ですね。うん、ボロネーゼと、現在はもう言わずもがな、カルボナーラ、美味しいです。ボロネーゼの写真、これなんですよ。これボロネーゼ、ボロネーゼ、トマトがインしてるわけですね。こういうこともありますね。はい、こういうこともあります、ヨーロッパでも。はい、じゃあホテル帰って寝ます。アムステルダムを歩いております。なぜならですね、11時にして今から晩ご飯を食べると、ちょっと見てみましょう、いうことなんです。美味しそうなところはどこだい？無事に中心地に来ることができました。スモーレストラン、いいね。お、スーシー決定で、肉だな、ステーキで、今日肉だな、肉だ、決まりだな。ベルリンで食べた肉だ、肉がすごかった。やばい、それやばいね。というか観光客だね、完全なる。そうです、アムステルダムの中心エリアに来ております。実際にまだやってますね。あそこの辺人気でしたね。
まあ、人がいない店に行くなっていうのはもう僕ら身に染みてますから、ね、あ、もうこの辺なんかいい感じなんじゃないのこれ。この辺はいい感じですね。サバもあるし、マクドもあるし。あれすごいね。あれすごいです。すごいパフォーマンスなんですけど、あまり周りがついてきてないのがちょっとかわいそうですね。で結構すごいと思うんですけど、見えますか？2メートルぐらいのところに登ってやってます。すごいものを見つけました。すごいものを見つけました。じゃあそれでそれでそれで Yes Please Please どうぞ行けてください。 OK 早受けです。中で Would you have to go with the camera? OK